水晶前グループからのお知らせです。はい、あさっては七夕でございましてね、はい、短冊に願い事を書いたりこうして楽しく飾り付けをした、なんか子供の頃思い出しますね。そうですよ ね、はい。まあ、この笹にちなんで水晶前で代わり笹の葉寿司を作ってみました。はい、笹の香りが爽やかな押し寿司です。葉が生で手に入る方は塩水につけてしんなりとさせておきます。うん、はい、手に入らない方こんな形でも売ってるんですよ。そうなんですね。はい、型はお弁当箱などを利用します。ラップを敷いて上になる方から詰めます。笹の葉、好みの具、はい、寿司飯、そしてまた笹の葉の順に乗せて、それから重しをして1時間ほど落ち着かせます。具の方ですがね、タイやアジなどを塩と酢で締めたものが合います。間に椎茸を甘辛く煮たものや卵を挟みますと美味しくて、また見た目も綺麗ですよ。やっぱりお米は水晶米。